城からナンバーワン出場するせいやです。軽く見たんですけど、まあ面白そうな試合してくれるなと思って楽しみにしてます。トライブってなんだか知んないけど、まあ代表なんだろう。だったらかかってこいよ。俺がナンバーワン。ここから始まる交わる力と力がぶつかり合うパワー。おいまだにまだ見たことねえならその目に焼き付けと禁ないよ。チャーブンじゃないぜ、雷鳴響かすよ。ハイテンション大抵のやつら尻尾巻いてく。逃げ出すなら今のうちだぜ。現在に健算俺らが千葉トライブ。千葉トライブ千葉トライブ千葉トライブ前回、対抗戦ってことでかなり気合入ってて、まあ、相手も強かったみたいなんで、まあ、かなり気合入れて頑張った試合ですね、前回は。いや本当にでもそうっすね、嬉しかったですね。みんなから相手が強いって聞いてたんで本当に嬉しかったです。今回の相手はいつもより体重が重い相手と聞いてたので、ま、体重が重いんだったらちょうどいいかな、盛り上がるかなと思いました。いやトーナメントでベルトは逃したけど、やっぱり今までナンバーワン一番盛り上げてきたのは俺だと思うから、やっぱこれからもやっぱ一番盛り上げていきたいし、必ず次は俺がベルト取るし、やっぱ本当レベルが上がってきて、なんかその元プロとかもともとやってた人とか出てきてるけど、やっぱそういうのに負けちゃダメだなと思います。目標は自分がチャンピオンになることですけど、まあ、でも本当もっともっとでっかい大会になって、本当いろんな人がこう出て、強い人が出て有名な大会になればいいなと思います。まあ今回相手分かんないくて、まあ、体重もちょっと違うみたいだけど、まあ本当そういうの関係なく盛り上げていくから、ちょっと殴り合いで。今日は皆さん来ていただきありがとうございます。これから熱い試合をするんで瞬きせずに見てください。とりあえず殴り合いで盛り上げようぜ。戦う千葉トライブ。それでは本日のセミファイナル25試合を行います。アウトだ。
ダメダメダメ